これすごいですね。これすごいよね、これおしゃれだし。これやリカちゃんがなんかコントローラー握ってますね、これ。かわいい。てかこれもかわいい、あの。ああ、シルバニア？シルバニアの。あれじゃん。これファミリーベーシックと。これ手作りですかね。こっちは手作りだね、多分ね。ああ、すごい。かわいいよね、でもね。これはあれですか、売ってるもんですかね。売ってるやつでしょ、窓アーマー。これなんすか。じゃあこれもうちょっと成功なのがあるよね、きっとね。いや結構これでも成功じゃないですか。画面越しだと結構成功だね。そうですね、もう、実物そんなでもない。いやいや、もうこれなんて、だって売り、これ俺多分分かんないですよ、多分。チャーハンですよ、これチャーハン。RF スイッチがこのファミコンの形になってる。あ、すごいですね。これ初めて見た。これ社外であんのかね。これ社外ですか。これ純正じゃなくて。純正じゃないと思うよ、多分。わかんないけど。なんだ。NTT データの。なんですかこれ。携帯ですか、次世代。あのコントローラーだよ、コントローラー。初めて見たけど、こんな番号使うゲームってあります？何使うんだろうね。なかなかないですよ。通信終了とかあるよ、なんか。すごい、これワギャンランドでもこんな使わないですよ。ワギャンランド懐かしいね。結構でも本当ゲームしながらここいいっすよ。俺でも、おスーパーチャイニーズ、お面白いですよ。面白いですよね。俺も好きなんですよ、これ。見つめが通るのか、ゲームあったんだ。この見つめが通る。すごいですね。こんなゲームがあって、8000円。ねえ、高っ。よっぽど売れなかったんだね、当時。ああ、そういうことですか。ない、多分。この仕事人っていうのも気になりますけど、ね、必殺仕事人すごいっすよ。ドラマは好きだけどね。そうですね。あ、でもちょっとやってみたいかもしれない。ちょっとね、1200円。これですよ、名作。結局南極大冒険。これが面白いですか。これすごいシンプルなゲームで、はい、どんどん画面がスクロール勝手にしてって、はい、こいつを避けたりとか、ペンギンがね、はい、ペンギンが主人公でこう避けたりしながらどんどん進んでいくやつなんだけど、はい、なんだっけ、あれメタルギアソリッド作ったさ、あ、はい、何さんだっけ、名前忘れてた。小島さんの作品。そうなんですか、うん、あ、やってみたいですね。いやー、欲しいのばっかりだな。面白いね、こんなゲーム作ってたと思うとさ。いや、だからあれですよ、もう最初はもうやっぱりそっからこう鍛えていくんですよ、ちゃんとスタートしてるってことがね。そう、俺らもやっぱ見習わなきゃ。やり続けないとね。そうですね。